オーダーメイドは、製品全般に対する受注生産や注文によって、生産する商品、または、生産工程を指す。服飾業界では、既製服である、レディメイドに対する用語として、テーラーによって採寸、型取り、縫製された注文服を指す言葉として用いられる。オーダーには大きく分けて、パターンオーダー、イージーオーダー、フルオーダーがある。パターンオーダーは、 基本的なデザインがすでにあり、サイズを注文者に合わせて制作するものである。方法として採寸はするが、メーカーにより誤差があるので実際のサイズ別見本スーツを試着してもらい、ボタンの種類、本切迫の数やステッチの色も指定できる。フルオーダーは専用の型紙を起こして制作する。フルオーダーでは不白を立体で体にフィットさせるため、 一般に途中で仮縫いが入る。襟抜けとは、後ろ襟下が下がり、シャツが少し見えること。月地わとは、背中に横地わが出ること。たすき地わとは前身頃アームホールラインにシワが出ること。EG ーーオーダーは、フルオーダーの簡易版であり、既存の型紙をベースにしつつ注文者の猫背、鳩胸などの体型に合わせた補正を加えて制作する。また、隅ズーラと呼ばれるものがある。 これは、以上の3社と異なり、テーラーではなく、特定のブランドに依頼するもので、そのブランドが考えるクラシカルなスタイルを基本としつつ、ディティールを注文者の自由とし、注文者の体型に合わせて制作するものである。洋服の既製服には、服の代償やサイズを示すために、号数表示がある。号数の多くは慎重に応じた体格から、 平均的に算出した寸法で生産されている。そのため背丈に対して腕の長さを表す袖丈や男性では首替えや脅威、女性ではバスとウエストや股下の寸法比率などが決まっており、統計的に需要の多い体格に合わせた生産が行われている。合数は実サイズに準拠した規格寸法ではあるが、製造メーカーにより若干の差やばらつきがある。 既製品が合わないレギュラーな体格である場合には、適時オーダーメイドで対応する。体の各部の採寸をし、なるべく平均的な体に近づけるよう型紙の修正や補正を行い、布の裁断、縫製を行う。注文服の場合は合わせて、生地の剪定、背広など上着なら襟の形状、袖口のデザイン、ボタンの数、ポケットのデザイン、数、1、パンツでは、 タックの数、裾幅や形状、ポケット数や位置などを個々に選定する。ワイシャツなどは襟、袖の形状が数多く多様化した組み合わせが可能であり、体格に合わせた洋服を作ることができる。男性の上着では体格のシルエットを文字で表現し、一般的なものでは A 体、B 体、Y 体のように呼ぶ。A 体は箱型のシルエット、 B 体は A よりウエストの太いシルエット、Y 体は逆三角形の痩せたシルエットをそれぞれ示す。類義語には以下のようなものがある。物品におけるオーダーメイドは受注生産と注文生産に分類され、一般的には両者を混同して用いており、両者の明確な区分はない。一つは生産体制が整っているが需要と供給のバランスが悪く。 在庫や輸送などの観点から受注してから製造を、初めて発送する物品、または在庫を少量抱えておき、注文を受けてから発送するもの。他方は規格外の製品を新たに設計し、大量生産を前提としない一品生産を行い、製造、発送するもの。英語圏の英語では、テーラーメイド、カスタムメイド、ビスポックと呼ばれることもある。 オーダーメイドとセミオーダーの違いは、用語の意味まとめ、グッドベッド株式会社、2021年3月29日閲覧。ありがとうございます。